四国は伊予の松山に5人の少女がいた。彼女たちの名前はアスナロエス。この古い城下町に生まれたアイドルグループである。何よあれ、ゆるキャラやよ。アイドルとゆるキャラが一緒になったら面白いと思いませんか。いやよあんなん、でかくて怖いだけやし。なんでおもろいやん。どうですかこの鳥、こいつ結局なんなん。愛媛に住んだってそれはないやろ。あの鳥は全国区ですからね。島坊も東京に行くんですよ。東京行くんや。前だって行くよ東京。愛媛の時代が来たんですよ。お前ら自分らがどれだけのもんか分かってないやろ。こんな愛媛でな、自分らにしかできんもん作らんと面白ないやろ。お母さん、僕はわざわざ東京から愛媛に来る理由わかります。あの子アイドルやない、かわいいね。かわいいとかいらんのよ、うちは。うちがやったのは音楽やけん。私アイドルやっていいんかな。お前らは何も言わんでええけん、やったらええんよ。私たち人形じゃないけん。ゆるキュン参上。誰が明日なら解散するなんて言ったんですか。まゆ、東京行きたい。うちらが笑ってないとみんな笑ってくれん。やっぱり私これしかできんけん。私はみんなの前で歌いたい。私たちゆるくて純情青春爆発アイドル、アスナロエスです。イエイ、イエーイ。